射水市消防本部からのお知らせです。近年全国で地震や台風、洪水、土砂災害など自然災害による被害が増加しています。令和3年5月には避難情報に関するガイドラインが一部変更されました。こうした災害が発生した際、いち早く避難することが命を守るために重要です。災害が発生してから避難先や避難方法を調べていては避難が間に合わず命を落とす危険があります。あらかじめハザードマップなどで自宅周辺のリスクを把握し災害に備えましょう。ハザードマップや避難所一覧は射水市のホームページで確認することができます。次に災害時に活用する食料品、飲料水の備蓄についてお伝えします。大きな災害が発生した際、電気、ガス、水道、交通などのライフラインが復旧するまで一般的に3日かかると言われています。その期間は自分たちの用意した備蓄品のみで生活することになるので、食料品、飲料水は最低3日分、余裕があれば1、2週間分備蓄しておくようにしましょう。食料品は保存期間が長いものにし、飲料水は1人1日3リットルを目安に備蓄しましょう。続いて、災害発生後に起こりやすい通電火災についてお知らせします。皆さんは災害が起こったとき、漏電が原因となって多くの火災が発生していることをご存知ですか？災害発生時の火災はガスコンロやストーブなど様々な原因がありますが、近年注目されているのが再通電後に発生する通電火災です。被災し停電になっている家屋がもし漏電していた場合、電力が復旧し家屋に再び通電したときに、その漏電箇所から出火し火災が発生する仕組みです。通電火災を発生させないためにも次のことに注意してください。 1. 停電中は電気機器のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。2. 停電中に自宅を離れる場合はブレーカーを落としてください。3. 再通電時には漏水等により電気機器や配線、コードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど安全確認を行った後、電気機器を使用してください。 4. 建物、電気機器に外見上の損傷がなくても、壁内配線などの見えない部分の損傷により再通電から長時間経過後にも火災が発生する危険があるので気をつけてください。また地震発生時の電気火災防止には感電ブレーカーが効果的です。感電ブレーカーは地震の揺れを感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止めるものです。設置を検討しましょう。最後に射水市消防本部から3つのお願いです。1つ目は救急車の適正利用です。救急車の台数は限られています。本当に必要としている方に救急車が届くよう利用をお願いします。2つ目は消防団員の募集です。射水市では男女問わず随時消防団員を募集しています。消防団に興味のある方は射水市消防本部までお尋ねください。3つ目は住宅用火災警報器についてです。平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。まさかの火事、住宅用火災警報器で助かる命があります。また定期的に点検し10年を目安に住宅用火災警報器を取り替えましょう。以上、
射水市消防本部からのお知らせでした。